よし、今日も始めていくか。あずかいでございます。そろそろ誰かあずかいの挨拶を考えてくださいってことでね。皆さん、こいつ嫌いだわーってなった瞬間ってありますでしょうか。前回の動画では、こいつ好きってなった瞬間を募集したんですが、今回はその逆、こいつ嫌いってなった瞬間を募集してみました。ありますよね。下手したら、好きになった瞬間よりも多いんじゃないかなと僕は思っております。なんか常識外れな行動されるだとか、自分または自分のね、大切に思ってる人をけなされるだとか、結構いろいろあると思うんですよ、人を嫌いになる瞬間って。ということで今回の企画は、こいつ嫌いってなった瞬間を募集してみたでございます。今回こちらインスタグラムで募集したんですけれども、僕は私インスタやってないから今回のやつ応募できなかったって方、安心してください。そういう方々はこちらの動画のコメント欄に、こいつ嫌いだなってなった瞬間を書いていただければなと思います。一人何個でも OK だからたくさん書いてください。そのついでにちょっと上に戻って高評価チャンネル登録をポチポチって押していただけると私大喜びいたしますので、そちらもお忘れなく。あずかいね、こいつ嫌いだなってなった瞬間あるのかと言いますと、結構あります。人間関係に関しては今この場で言うのもねダメなくらいのことがあるんですけれども、やっぱね最近改めて本当にやっぱこいつ嫌いだわってなったことありまして、まあちょっとねこればっかりは名前を出させていただくんですけれども、花粉ですね。はい。あいつはなんなん、もう、ここ数日、喉が痒くて痒くて。あーずかい。一応、歌い手チャンネルもありますゆえ、歌も録音したり、あとね、サブチャンネルでやってるどっか明けよも声だけで撮るような動画なんで、喉がやられるっていうのは非常によろしくないことなんですよ。去年までは歌ってみたチャンネルもサブチャンネルも開始しなかったから、まだなんとかなったんだけど、鼻水よりも、ちょっと俺は喉がね、今やばくて、死にかけてます。痒いから喉ヌールシュッシュやりながら、かい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 ってベロで書いて、気持ちわかりますか？目が痒くなった時は今度コンタクトしてるから目かけないのよ。ずれちゃったり裏に行っちゃったりするからね。外出てない状態でこんなにやばいんだから、外出たら大変なことになるよ。もうこの仮面しながら歩いたろうかな。そんな感じでね、開幕早々とんでもない愚痴がこぼれましたが、そろそろ本編の方やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。滑舌も悪くなってんの、鼻詰まってると。家に入ってきた途端勝手に冷蔵庫開けてこたつ入ってアイス食べるやつ、マジ礼儀なさすぎだろ。これは何、受けると思ってやったのか、本当に素でやったのか、まあ、どちらにせよやばいな。俺人ん家入ってまず真っ先に冷蔵庫開けたりしないもん。自分宛の誕生日プレゼント知らぬ間に取られてた時、今もなお帰ってきてません。これは多分犯人が誰か分かってるってことだよね。相手は一体どんな強靭なメンタルしてるんだ。私に七色ババアっていうあだ名をつけてきた時、そのあだ名がつけられた過程が気になりすぎる。自分が周りから好印象を持たれるためだけに裏で散々嫌われてた俺と絶縁してきた。なんでや。いや申し訳ないけどこれは俺でもそうするよ。よほどのいい子ちゃんじゃない限りみんなから嫌われてるような人と仲良くなんてできないでしょ。で自分も一緒に嫌われて裏で悪口なんて言われてたら学校生活終わりだからね。うちと仲いい人ともっと仲いいですアピしてきた時、仲良しマウントって何のためになるの。あれ心底どうでもいいよ。ポップコーン全部食べられて一瞬嫌いになった。映画館のポップコーンとマクドナルドのポテト、あれ全部食べるやつはハイエナです。そいつは人だって思っちゃいけない。自己中心的な醜いハイエナです。自分のこと棚に上げて人のことバカにするやつ、まあ絶好できたから最高。うわなんかこのなんだろう、あれなんかさ、すっごいこういうやつがなんか近くにいる気がする。俺か。自分を棚に置いて注意するやつ、置くの普通あげるもんじゃないの、置いちゃうんだ。否定ばっかりしてくるとき、俺の身近にもいるんですよ。何でもかんでも否定から入ってこっちのモチベーション下げてくるようなやつが、俺とか周りの人がこうこうこういうのがあってねみたいな話すると、いやでもそれはさ、これ〇〇みたいで嫌いとか言ってくるようなやつがいるの、本当に腹立ってしょうがない。今回は俺じゃないよ。友達が彼氏とやってた時、出たーインスタ特有の生々しいやつ、ありがとうございます。こういうの待ってました。俺はこれを見るためだけにインスタグラムで募集してるまである。今まで自分が生きてきた世界が違いすぎて本当に現実でこういうことが起きてるってのが怖いわ。男子校6年間通ってて寝取られ報告とか一回も聞いたことない。顔すごい近くで話す人、女の子ならいいのに、スマホ初めて触った。何この友達いなくなりそうな開業の仕方。目の前で机を舐められた時、だいぶ特殊な状況に見舞われたんだね。机舐めるモンスターはさすがに男子校でも見たことないな。学校の廊下でこの子〇〇って言うんだよって叫ばれた。突然他人に自己紹介される世界、怖。後ろの席から米粒飛ばしてきた時、汚ねー。くちゃらーの意見とかもすごい多かったんだけど、やっぱご飯中の汚い行動無理だな。キモすぎるわ。彼女のことをナンパしたセンター分け、彼氏がいることを知った上でのナンパ、よほど自分に自信が終わりなようで、素晴らしいことですね。センター分けの両端の髪持ってブチブチブチって引っ張ってやりたいね。私の好きな人をいろんな人に言いふらしてた時、マジで嫌いになった。確かに最悪だけど逆にチャンスかもしれないの。男ってね、この人を自分のこと好きなんだなって分かった瞬間、めちゃくちゃその人のこと意識するようになるから。
これマジです。いつもたくさん嘘をついてるアーズカイですけれども、これだけはマジです。まあ、嘘じゃないとは言ったけど、ある程度その世間的に見て顔が整ってる方限定になるんだけど、でも安心してほしい。俺はそのみんながね、この人微妙じゃないとか可愛くないよって言ってる人でも、いや別に可愛くないって思えるタイプの人間だから。そういうタイプも一定数いるってことを覚えておいてほしい。胸小さいって言われた。いつか殺す。貧乳はステータス。大丈夫大丈夫。確かにそれはないよりはさ、ある方がいいけど、別になくても魅力は変わらんから。視覚的な魅力は確かに変わるかもしれないけど、ない方が好きって人も結構多いんですよ。シャーペン取られた。かっこ5500円のやつ、マジ許すね。高っ！シャーペンなんて文字書ければいいんだから、そんな高いやつは家に飾っておきなさい。彼女いるのにいきなり女友達から告白されてディープキスされた時、美人だったから正直興奮した。うわ、羨ましい。美人にいきなり告白されてディープキスされるなんて、数千人に一人くらいしか体験できないんじゃない？彼女いない俺にやってくれよ、それ。いきなり告白してディープキスしてくれる美人な友達できないかな。友達になろうと声をかけたら、は？なんだお前と言われたこと。自分のことを漫画の強キャラポジだと思ってしまってる痛い人だと思うので、そっとしてあげてください。授業に来ないから職員室に呼びに行ったら逆ギレしてきた先生。友達にも先生にもキレられて泣いた。教室では呼びに行くなよってキレられ。職員室では先生に逆ギレされ。そんな役回りだよ本当に。多分学級委員長でしょこの人。推しをバカにされた時です。嫌というか殺意が湧きますよね。いや俺は別に自分がバカにされた時の方がムカつくけどな。勉強に関する自虐話をされたからアドバイスしたら、私の人生に口出しするな的なことを言われた瞬間、そんなことないよ君は頑張ってるよって言って欲しかったんだろうな。俺すっごい性格が悪いから、そんなことないよ間違って分かった瞬間、そいつの自虐を全部肯定して全てマジレスする。同級生の話したことない人にいきなりインスタの DM でおちんぽ立ったって言われた時、相手が女の子でこのメッセージの前後に裸の写真とかが送られてきてたら激アツ。へえ、だからって初対面で言ってきたやつ、初対面じゃなくてもキモいよこれ。関西人特有なんだろうけど、でオチはって言ってくる人、毎回面白い話なわけないじゃんってなる。そうなんですか関西人の皆さん、常に皆さんはオチを求めてるんですか。それならば受験というぴったりのものがございますが、買ったジュース9割飲まれた。うわー、なんかさ、ジュースをちょっとだけ残しておくっていうのを育ちの悪さが出てて最高。僕のレベ100ミュウツーに焼き上がって、なんか可愛い、絶対いい子じゃんこの子。とんでもねえ悪臭がした時、ちょっと聞いてほしい。この前ね、電車に乗ってたんですよ。それも結構人が多いね電車で。そしたらね、途中の駅で女性が一人乗ってきたんですね。その人がこれまたすごい綺麗な顔立ちしてる方で、うわなんかこの人可愛いなと思いながら、こうスマホを見ながらね、チラチラってちょっと見てたんですけど、そしたらね、なんかその人が電車に乗ってきた瞬間から、なんかあれなんか臭くねえみたいな。明らかにその女性が乗ってきた瞬間から臭い匂いが漂い始めてたんですよ。その人が電車降りる前に俺が先に電車降りちゃったから、結局真相は闇の中なんですけど、もし匂いの原因が本当にその女の人だったら、まあ人は見かけによらないんだなと思いますよね。そんな感じでいかがだったでしょうか今回の動画。喉の痒さに耐えながら無事撮り終わりました。頑張った俺、偉い、褒めちゃう、いい子。このまんまね、摩擦熱で、はい、火を起こそうと思います。素晴らしかったですね、今回も。ネガティブ、ネガティブ、ネガティブに続き、またネガティブみたいなのが、ブワーってなってて、動画がとても撮りやすかったです。人の不幸は蜜の味と言いますが、やっぱ世の中すげえ変な人がいるなと、しかもこいつらみんな多分全員俺より年下だと。怖いよね。俺結構考えすぎてしまうタイプの人なんで、こういう動画を撮った直後に街を歩いてると、あの人もこの人ももしかしたらこういう人なのかもしれないって思っちゃうことが多くて。まあ本当に、こういう質問とかにね、出てくる人って、ごく少数のやばい奴らなんだろうけど、皆さんね、これから新学期とかがね、もうすぐ始まると思うんですが、友達作り十分ご注意ください。ということで今回ここら辺で終わりにしたいと思います。最後にはなりますが、高評価、チャンネル登録、たくさんのコメントをぜひぜひお願いいたします。歌ってみたチャンネル、サブチャンネルの登録もお忘れなく。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。よし、撮り終わった。お腹すいた。